クリムゾンクローバーという花だそうです。まあ見渡す限り一面この深い赤っていうのかな、バイオレットな感じで染まってますね。いやこれは広いすごいな。これが実は今週中に全部刈り取られます。で、ひまわり畑、本来はひまわり畑で、まあ夏ぐらいに大きなひまわりがたくさん咲くんですけど、そのひまわりの育つための肥料に変わるそうなんですよ。で、最終的には結局ひまわりのためにこのクリムゾンクローバーを育てているっていうことになるのかなと思います。映画だと西田敏行さんが出てた星守る犬とかそういうやつの撮影でこの場所が使われてたということです。まあ、有名な場所ですね。いや素晴らしいですね、本当に。これはちょっとね、なかなか見られない光景ですね。映像でもいいんですけど、本当に肉眼で見た時の感動はもうすごいものがありますよ。もう圧巻ですね。で、一応こういう感じで通路がちゃんと作られているので、通路を歩きながらこう花畑の中に紛れていくっていうような感じですかね。いい写真がいっぱい撮れそうです。あとは花で
あのハートの形を作った、撮影スポットなんかも用意されてます。まあ、機会があったらぜひ。今年はもうこれで刈り取りに入るんで無理なんですけど、来年とかまた見に来ていただいたらいいのかなと思います。これ編集の時に順番すげえ考えんやん。なかなか白いのないね。はい。Thank you.